両義大夫を殺す佐々木森綱藤戸寺は、岡山県倉敷市、藤戸町藤戸に所在する高野山真言宗の寺院。三号は、普陀楽山。本尊は、千寿観音。藤戸のお大師様、元平合戦供用の寺として知られる。辞典によれば、この地に寺院が建立された由来は、以下の通りである。寺の周囲がまだ海であった、文2年に、千観音像が、 海中から浮かび上がり、それを安置したことに始まる。その約30年後、諸国をめぐっていた行基により安置してあった、千住館のんを本尊とし天平年間に寺院を創建した。樹栄3年12月、原平合戦の富士との戦いで先行を挙げた、佐々木森綱は、戦後、この寺院の周辺である小島里を領地として配慮し、戦乱で荒廃した寺院を修復したとされる。 森綱は、合戦の際に若い漁師が道案内をしたことで、武功を立てたが口封じのために殺害したと言われる。その漁師の霊と合戦の戦没者を弔うために、当時委員で大法要を営んだと伝えられている。この伝説は、洋曲、藤戸として、脳の演目の一つとなっている。以後、毎年、藤戸自動車家事法へにおいて森綱と共に、供養されている。寺院は、 応仁の乱以後、戦国時代に至るまで平乱によりたびたび戦火に見舞われた。江戸時代、岡山藩の領地になって、ようやく仮藩が整備された。本堂は、岡山藩五代藩主池田知世の命により、天命元年に再建された。平成14年5月6日に放送された水戸黄門、第30部17話は、藤戸寺を中心とした話の構成となっていた。 3月19日20日に、藤戸寺で撮影が行われた。当時の公文役は、石坂浩二。昭和44年東京国立劇場において、公演となった義太夫である。原作は、有吉沢子。藤戸合戦の際に殺害された漁師の若者と、若者の母を中心に、戦争と平和、母と子の愛情を主題としている。翌、昭和45年には、 岡山公演が行われ利益は富士と寺の修復に寄贈された。野沢喜左衛門が作曲を担当。振り付けは藤間寛衛門。若者を藤間寛衛門。若者の母を東徳保が演じた。岡山県指定重要文化財。ありがとうございます。